メカウマ娘はレース出ろ。に対するみんなの反応。メカシナリオって結構レース出るみたいな話聞いたんやけど、どのタイミングで出るん？体力あってよっぽど練習うんこなら出てたりもするけど、二重戦とかしてる個体見ると狙って出てるんかなと。単優勝とかならクラシック終わりまではレースや。G1 以外だとしても単優勝よりレースな感じ？ギアさえあれば優勝じゃなくても人多いとことか踏んでたが、もしかしてこれがいかんかったのか。3人以上いて編成していない練習なら踏むけど、そうじゃないならレース行ってるわ。ステ上昇やトレレベル上げるよりもスキポ優先な感じか。後半の伸びまくるトレで挽回みたいな。レースでもらえるスキルポイント、練習でもらえるスキルポイント。この時は全部レース出るくらいの感覚でいいで。G1 でだいたい60ポイント、G2G3 で50ポイント。スキルポイント10しか変わらんから別に G1 にこだわる必要はない。研究オール7のが大事。上位勢の育成履歴見てレース行くのはわかるけど、レース案だけ行って捨て漏れてるのが宇宙猫状態。そりゃ試行回数でゴリ押しした結果や。根性とかポイント稼げないからな。レースは重要。3人以上トレにいない時は全部レース、それ以外は下振れって部員が言ってた。結局育成がうまくいくとスキポどんくらい漏れるもんなん。令和最新版デッキで育成したと仮定して。低くても4700。4800から上振れたら5000とかじゃね。畑の時は一切友情途切れさせない運ゲー。今回はシニア2以下に強い練習連発できるかの運ゲーや。メカウマシナリオは単純に練習とレースの線引き。あと極力休まない選択が重要。単友情でも賢さだけは踏んでる。だいたい4700くらい。賢さだけは早めに踏んどいた方がお得だから、賢さだけは光ってたら優先するね。スピードとスタミナはシニア後半からいくらでも漏れるから、そこまでに調整するゲームよね。賢さはコアのボーナス的に早め意識よね。特にクラシック秋からシニア合宿までは15ポイントにしてるから、ここまで2000は超えておきたいよね。1100まで行ってるなら今後はほぼ踏まない。耐震に限らないがよくサボるし、いても一人ぼっちなケースが多くて困ります。特に序盤中盤で練習しょぼすぎるならレースでスキポ稼いだ方がお得感ある。なんなら終盤でも集まらず光らずなら G1 の方が良さそう。練習はオーバードライブが使えて3人以上集まっているなら踏む。それ以外はレースかお休みのイメージでやればスキポ4700以上は安定した。どんなちゃんの隠しルート行って数千皿に走るとちょうどいい感じになるわね。逆に弱い練習しか来ないと目標レベル届かない可能性があるから、レースで手満遍なくポイント稼ぐ方が安定して良い。シニア期でそんな状態だったら下振れなのでリセットする。サポカやインシが揃っている人向け、 UE アットの Y が二重線やったら UG 切りそうになった。捨ての平均値は露骨に下がるから、資産があろうとそれは一緒。超絶上振れなら捨ては終盤だけでどうにかなるから、それなら前半でとにかくスキポの底上げしとこうねという話。前提としては資産よりも試行回数の方が大事。ぶっちゃけ、試行回数が大事なのはいつも通りよね。そこまで稼げないという人はほどほどで妥協しないといけないのもいつも通り。むしろ資産少ないなら序盤の練習さらに弱いんや、資産10銭近く出た方が強くなるんちゃうか。ところがサポカやインシが揃っていない人は取得できるスキルが少ないから、スキポ4000超えたくらいからはもうポイントが余ってしまうんや。ジュニア期序盤のオープンしかレースない時でもしょぼかったら友情到達よりレース優先でいいの？そんな時期に友情到達してないなら諦めや。ジュニア序盤だよって思ってしまった。上位勢以降はそんなことしてたら10育成で9から10回は諦めボタンを下がるを得なくなる。ガチ勢は自前因子だから無限にできるぞ。因子パスのおかげで昔よりはマシだし、メカシナリオはレースでまくるから、自前因子を確保してる人は結構多いかも。つまりデビューまでに全員友情着火させとけっていうの？可能なのか？その段階でに、3人光ってることはあってもそういう時って大抵1人は青いまんまとかだしな。全員は無理だけど、2人は欲しいところ。ただ、友情1人より非友情3人の方が捨てスキポ伸びはいいから光ればいいというわけでもない。
デビューまでに二人はオレンジにしたい。ここが現実的な目指す頂きね。デビューまでに二人もかなりきついよ。一人光らせるのも大変なのに。新しいサポカはイベントで10増える、オーバードライブで絆8増えるからうまくいけばデビュー前に二人オレンジは行きやすい。できるとは言ってない。メイクデビュー前絆80狙いの廃人税に関しては一旦置いといて、少なくともここ半年以内に出たサポカなら連続イベントだけで絆30くらいは溜まるので、オーバードライブ分だけ練習でも夏合宿前に大体光ってるので問題ない。ジュニア期は絆上げの方が大事だから案外レース出る余裕ない。妙に集まって絆上げうまくいったものの、これスキルポイント足りるのかと不安になったり。オーバードライブゲージが溜まってない上に歯車ついた練習に誰も来ていない時はどうしてる？歯車がない練習に行く？私はレース出してるけど。畑のイメージが強く残ってるね。メカはそこまで固執する必要ない。いや、もちろん絆上げは重要なんだけど畑は速攻で絆上げて光らす必要があったけど、メカは極端なこと言えば合宿までに間に合えばいい程度。レースオープンでもスキポ約40、体力15だから、単純にスキポ50以上出ない練習はレースくらいの認識でやってる。捨て伸ばすのは後半だからまんべんなく研究レベル上がるレースは序盤ほど有効になる。逆に後半のレースは出るだけ損になりやすいからキャラによっては育成が安定しなくなりやすい。アキコバさん間ルートのキャラは割り食ってる感があるよなぁ。合宿後からの8ターン体力あり余ってるのに練習できるターンがないっていう。それでもさすがにジュニア期の間は絆オレンジにするの優先するんじゃねえのかってなってしまうが、練習に一人しか集まってないけどその一人が絆ため遅れててまだ緑とかでもレースに出るべきなのか？レース出ろ。そういう挽回をしてたらどんどん下触れていくだけで完成しても弱い。その一人が賢さで、なおかつ賢さ練習にいるとか、フレンズと一緒に根性にいて根性の研究レベルが23以上があるとかなら絆上げも考えるけど基本はレースかな。ジュニア中にほぼ全員友情まで持っていかないと緑維持が厳しかった畑と違って、メカウマ娘は合宿までに友情が間に合えば問題ないからジュニアで緑まで上がってるなら慌てて絆上げする必要はあんまりない。基本的に上振れスタート前提なので、序盤で集まりいい時にオーバードライブでしっかり上げれるでしょ。緑くらいならクラシック前半のカバーで届くだろうし、届かず合宿で光らなきゃ下振れ個体なのよ。序盤に集まり悪くて下振れシナリオとかそもそも進める目的がよくわからんしね。安全策を取るのは上振れしてる時に初めて考えること。もう全然わからん。対人戦は諦める。俺はキャラストだけ楽しませてもらうとしよう。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。